5安打無失点に抑えた前回の開幕戦のピッチングです。打ち上げました。ロペスが追っていきます。ロペスがファウルグラウンドキャッチしました。ミットの中に入りました。できています。一塁線飛びついた。ロペスナイススローイング。ファインプレーが出ました。1回の表この野間の強い当たり、ロペス素晴らしいプレーでしたね。いや、ナイスプレーでしたね。横飛びでしたけど、あれ抜けたら長打になってたと思いますから、はい、まあここで取ったのもそうなんですけど、その後のバックトスでしたね。バックトスですね。いますからね。バントヒットを狙ってきました。二塁に送る。投げると思ってましたけど、はい、それをセカンドに投げましたもんね。逆転された直後に追いつけるか。いや、よく取ったロペス。しのぎました。社会人の3年も経てこうやって活躍をしているロペス、掴んだ。そしてピッチャーに投手をする。これがロペス。そのボールがやっぱり対応が悪くなってしまうので、泳がされたショートゴロ。大和一塁に送ってロペス、ここはうまいすくい上げました。スリーアウトです。光る治療を終えまして、ただ今マスクをかぶっています。ロペスです。連続無失策記録が続いているロペス、打球をうまくすくい上げて、このロペスの守備はうまいですね。そうですね、これも山本のバッティングとしては非常にいいバッティングですよ。いい時の上茶谷君じゃないですか。三塁線ラインにはよく取りました。そしてロペスもよく取りました。昨年はそういう余裕がなかったと思うので、はい。ここはインサイド、キャッチャーっていう音がしましたが、ショート打って大和。どうか大和。セーフです。私はもっと重かったらしいですけどね。増えると記事だとかね。スライダー打ち取った宮崎。おーっと、それたが、体にタッチ。ランナーがスタートした。ファースト、あ、OK、よく取りましたロペス。まあ、ロペスは本当守備上手いですからね。いや、もうそうですね、記録も作ってましたからね、はい、ファーストへのゴロ。ロペスよく届いた。しっかりとベースから入っています。ここはロペスの判定、ね、バウンドも変わりそうな難しいところだったと思いますが、乾いた、いい音したんでね、一瞬で捉えたんですけど、よくミット伸ばしました。よく追いつきましたね、このトスでよかった、はい。代打長野、あーちょっと高い球打ち上げた。155キロ。ロペスを追っていきます。取れそう。ナイスタッチ。長野は1球でアウト。さすがに155キロのボール球はなかなかこうヒットしにくい、はい、ファウルになってくれって思ったと思うんです。阿部の当たり、ファーストゴロ。ロペスさばいた。ショートに大和から1塁へ。363と渡りました。ダブルプレー。今度もツーシームで来て一塁へ。ロペスがワンバウンド、よく掴んだ。さすがロペスです。一塁で走りました。ファーストゴロ、よく取った。フェア。おー、ロペスファインプレー、ナイスキャッチ。アウト、スリーアウト。打ち返していく。セカンドが取れ、タイミングはアウト。1、2塁間、ロペス掴んだ。そしてピッチャーを手で制してベースを踏んだ。ここはロペスのナイスプレーがありました。やったことないと分かんないですね。いや、本当にそうですね、はい、ロペスが掴んだ。そして武藤がベースカバーに入る。ツーアウトになりました。2の裏に2点を返すことに成功したベイスターズです。あー、青柳ライト前ヒット。あ、ライト前ゴロになるか。どうだ、ファーストのスライド取った。ライトゴロでした。あー、青柳ヒットを1本損した形。青柳も見事ですが、今日は犠牲フライ1本打っています。ただ梶谷のこの内野手のような取ってからの返球、まあ元内野手ですからね、梶谷選手も。でもこれ素晴らしいプレーですよ。ロペスもよく取りました、はい、これも一つベイスターズ守備で